はい、釜石から来ました川木の川端実と申します。よろしくお願いします。私どもは長い間そばを生産して、商品化して出そうとするとですね、非常にそば粉そのものの品質が高いものですから、日持ちしない、なので添加物を使用しなければいけない、そういう悩みを抱えておりました。震災に大震災で打ちひしがれた時に岩手大学様からアプローチをいただきまして、で共に研究をしましょうということで、本当にありがたいアプローチをいただいて農学部の三浦先生をご紹介いただきました。私も添加物を使って商品化してたんですが、やはりアルコールなどを使いますと、消費者からあまりよく思われないお酒臭いという評価をいただいたわけですが、なんとかこういった問題を解決したいということで、私どもは7年前からそば栽培をしておりましたが、その原料をですね、日持ちするための研究に着手したわけであります。粉体の表面を短時間で加熱処理して低酸素気流を利用した粉体用連続殺菌装置の開発をしましょうというような提案をいただきまして、それに挑戦をしたわけであります。タイミングよく JST の復興促進プログラムに採択をいただきまして、この研究を進めることができました。でおかげさまで、10の事情5条のこれじゃない、これがそば粉がここにから流入されるわけでありますが、ここの状態では10の5条ぐらいのそば粉は、ここの200度ぐらいの管を気流を通して送り込まれていって、で殺菌されて冷やされて原料がここに収まると。でここに収まった時に10の2乗ぐらいまで菌数が減るというデータが得られることができまして、私どもでは無添加でそばを商品化しようということが完成したわけです。ものづくりとしては非常にいいものができたわけでありますが、この商品にものづくりに対してことづくり、東京連ビジネス支援センターさんのご指導をいただいて、岩手南部自己なそばというものが商品が誕生したわけであります。でこの商品をスーパーマーケット賞やいろんなコンクールに出品しましたところ、岩手県ふるさと食品コンクールでは最優秀賞で、特産品コンクールでは岩手県知事賞をいただいて、大変に評価を高めることができました。これからもその商品を拡大して販売をしておるところであります。昨年の12月には大変この商品が評価をいただきまして、東京の高級スーパー百貨店等々の売り場では大変たくさんの商品を販売することができました。でこの商品がそばの好きな方々には大変おいしかったということで、1月になってから反響が直接消費者から届きまして、さらにこれから今年の販売に広げていくことができるというふうに確信をしております。以上で川木の発表を終わります。ありがとうございました。